花びらを持っていませんか？誰からそれを？確かに持っていますが。なるほど、そう言ったり。ルルリエの花びらはハルルの木に咲く、それを半年間陰干しにして作る貴重な最後の一つですが。ありがとうございます。これでパナシーヤボトルが作れるね。よろずやに。おお、戻ってきたか。材料は揃ってるのか？ちゃんとあるよ。エグベアの爪、ニアの実、よし、さぎ。お願いします。バトルのこれで毒を浄化できるはず。そんな慌てんなって。一つしかねえんだから、落としたら大変だぞ。うん、なら慎重に急ごう。
を浄化する薬ができましたか。カロル任せた。面倒なのは苦手でね。え、いいの？じゃあ僕がやるね。カロル、誰かにハルルの花を見せたかったんですよね。多分な。ま、手遅れでなきゃいいけど。キング。お願いします。結界よ、ハルルの木。そんな。嘘。量が足りなかったの？それともこの方法じゃ。もう一度、パナシアボトルを。それは無理です。ルルリエの花びらはもう残っていません。そんなのって。お願い。エステル。最低。今のは事実なのか。これは夢だろう。ありえない。お姉ちゃんすごい。ありがとね、ハルルの気を元気にしてくれて。ありがとうございます。これでまだこの町もやっていけます。私すげえな、エステル。立てるか、ユリ。フレンのやつ、戻ってきたら花が咲いててびっくりだろうな。たまみろ。ユーリとフレンって不思議な関係ですよね。友達じゃないんです。ただの昔馴染ってだけだよ。あの人たち、お城で会った。住民を巻き込むと面倒だ。見つかる前に一旦離れよう。え、何やに、どうしたの急に。ハルルの花、本当に綺麗ですよね。もう夢を見ているみたいです。ああ、こりゃ予想以上だ。うん、頑張った甲斐があったよね。結界がこの調子なら、もう魔物に攻め込まれることもないだろう。ハルルの木が町のみんなを守ってくれますね。中が出てきたな。ここで待っていればフレンも戻ってくるのに。そのフレンって誰？エステルが片思いしてる帝国の騎士様だ。違います。あれ、違うのか。ああ、もうできてるってことか。そんなんじゃありません。まあ、何にせよ町から離れた方がいいな。
そうですね。町の皆さんに迷惑をかけたくありません。フレンって人の行き先が分かってるなら追いかけたら？確か東に向かったって言って。はい。アスピオってのがどこにあるか知らね。とりあえず今は急いでここを出た方がいいみたいだな。待ってくだされ。花のお礼がしたいので我が家へおいでください。そんな、そんな遠慮なさら。あ、ちょっと。どうする？俺だって。このまま無視していくわけにはいく。でも私む…ま、とりあえず行っとこ。もしかしてさっきの赤目？騎士団以外にあんなのにも追われてるの？なんか変なのに好かれるみたいでね。一体これまでに何をやってきたんだよ。全部言うのは大変そうだな。なんせ21年分だ。いや、もういいよ。何も聞かないから。参られました。さ、ありがとうございます。まだ騎士様も戻られていないのに。ちょっと事情が変わってね。何かお急ぎのようとか。ま、そんなとこだ。私でお力になれることなら何。そのお気持ちだけいただいておきます。そうですか。俺何もやってないぜ。しかしお連れさんにお世話になりましたので。じゃあ。いえ、それは。じゃあ。いや、しかし。ならこうしよう。今度遊びに来たら特等席で花。それいいですね。わかりました。ああ、一ついいか。アスピオって町に。アスピオ？日陰の間。聞いた話では日がほとんど差さない。たまにマントとフードをかぶった。どうにも気味が悪くて。その町はど東の方角だった。フレンが向かったのも日が。ああ、学術と。サンキュー、それだけだ。待ってろよ、モルディオの。謹慎かもしれませんが、私、旅を続けられて少しだけ嬉しいです。こんなに自由なこと今までになかったから。大げさだな。で、カロルはどうすんだ？港の町に出てトルビキア大陸に渡りたいんだけど。じゃあさようならか。え？カロル、ありがとな。お気をつけて。あ、いや、もうちょっと一緒についていこうかな。なんで？やっぱ心細いでしょ、僕がいないとさ。ま、カロル先生意外と頼りになるもんな。ではみんなで行きましょう。で、東だっけ？ああ、フレンは。はい。俺はアスピオって町に行きたいんだけど、とにかく奴らが来る前にここを出よう。ねえ、実際のところフレンって本当に誰なの？エステルの訳ありな人？なんです？その訳ありな人って。フレンはユーリのお友達ですよ。ま、そんなところだ。友人同士で一人の女性を。
見かけによらず、エステルってドロドロな人生送ってるね。なんです？そのドロドロな人生って。いや、いいんだよ、これじゃ聞かないから。完全に勘違いしてやがんな。リベンジなら受けて立つ。また強くなったよ。ここがアスピオみたいですね。薄暗くてジメジメして、おまけに肌寒いところだね。町が洞窟の中にあるせいですね。太陽見れねえと心までねじくれんのかね。コア盗むとか。通行許可証の提示を願います。許可証ですか？ここは帝国直属の施設だ。一般人を簡単に入れるわけには。そんなの持ってるの？中に知り合いがいいんだけど通してもらえ。正規の訪問手続きをしたなら許可証が渡っているはずだ。いや、何も聞いてないんだけど、入れないってんなら呼んできてくんないかな。その知り合いの名はモルディオ。モルディオだと？やはりダメだ。書簡にてやり取りをし、正式に許可証を交付してもらえ。ゆず聞かないんだから。あの、フレンという名の騎士が訪ねてきませんでしたか？施設に関する一切は機密事項です。フレンが来た目的も？もちろんです。ということはフレンはここに来たんですね。知らん、フレンなんて騎士は。じゃあせめて弁護だ。やめとけ。冷静に行こうぜ。
でも中にはフレンが。諦めちゃっていいの？絶対に諦めません。今度こそフレンに会うんです。俺はモルディオのやつからブラスティア取り返して。だったら他の出入り口でも探。それ採用。いざとなれば壁を越えてやりゃいい。都合よく開いちゃいないか。壁を越えて中から開けるしかないですね。早くも最終手段かよ。フレンが出てくるのを待ちましょう。フレンは出てきたとしてもモルディは出てこないだろう。出てきたフレンにお願いして中に入れてもらうのはどうです？あいつこの手の規則にはとことんうるさいからな。カロル、何をしてるんです？よし、開いてよ。え、ダメです。お前のいるギルドって魔物狩るのが仕事だよな。盗賊ギルドも兼ねてんのかよ。え、まあ僕ぐらいだよ。ご苦労さん。本当にダメですって。フレンが出てくる偶然に期待できるほど俺、だいたいこういう時に法とか規則に縛られんのが嫌で。え、んじゃエステルはここで見張り。なんかモルディオみたいのがいっぱい。あの、少しお時間よろしいです？お、なんだよ。フレン・シーフォという騎士が訪ねてきませんでしたか？フレン？ああ、今どこに？さあ、研究に忙し。そうで。じゃあ。ちょ待った、ここにモルディオって天才な。あの返事に逆。さすが有名人。あ、いや、何も。まだ話は全然。もう、なんだよ。どこにいんの？奥の小屋に一人で住んでるから。サンキュー。大丈夫なの？ん？名前出しただけで気になりますね。そりゃブラスティア泥棒だしな。嫌われてんのも当然だろ。態度、そこ、どれをとっても有利って騎士っぽくないよね。なんだよ急に。だって泥棒みたいに裏口から町に入っちゃうしさ。鍵を開けられるカロル先生には言われたくないんだけど。私フレンを追ってきただけなのにいつの間にか泥棒になってたんですね。まだ何もとってねえっての。Thank you.